はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1980年ジョージアで行われたアブドーラザ・ブッチャー対トニー・アトラスの試合を振り返ってみたいと思います。人気黒人レスラー同士の対決が実現しました。しかしブッチャーは典型的なヒールレスラー、アトラスは典型的なベビーフェイスと実に対照的です。試合は激しいエルボーの応酬から始まり、場内は大いに盛り上がります。場内が最も沸いたのはブッチャーの巨体をアトラスがブレインバスターに決めた瞬間でした。これでアトラスペースになるかと思いきや、ブッチャーのセコンドのゴードン・ソレイユが乱入。ソレイユに気を取られているアトラスにブッチャーは地獄つき、ブッチャーはそのままホールし、あっさりと3カウントが入りました。ブッチャーの老快さとアトラスの若さが如実に出た試合となりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。